それじゃ。しばらく寝てろ。さ、行くか。ありがとうございました。誰だお前ら。把他包围起来，别让他逃走。要确定这家伙今天死在这里。中国人。ここでずっと秋山の帰りを見張ってたってとこか。話の通じる相手じゃなさそうだな。看我把你这混蛋给剁成肉酱，再把所有的日本黑帮给杀得干干净净。まだいるな。お前は逃げなくてもいいのか。どうも、桐生さん。俺ですよ。覚えてます？ん？ああ。前にこの場所を教えてくれたやつか。はあ、よかった。
俺まで殴られるんじゃないかと思ってヒヤヒヤしてた。でも桐生さん、なんでまたこんなとこに。秋山さんなら前にあんたと出てったきりここには戻ってないよ。また秋山と連絡が取れなくなってな。あんただったら連絡つけられないか。できなかないけど少し時間がかかる。秋山さんも慎重なんでね。連絡が取れるまで何人かに話通さなきゃならないようになってんだ。あいつはまだ中国マフィアから狙われてるようだな。正直そこまでヤバいならカムロ町を離れた方がいいと思うんだけどね。秋山に俺の携帯へ電話を起こすように伝えてもらえるか。わかったよ。少し時間をくれ。ああ、頼む。秋山です。連絡取れなくてすみません。何か俺に用があるとか。ああ、お前は今どこにいる。まあ転々としてますよ。カムロ町にはいますけどね。そうか。お前に聞きたいことがあるんだ。この間エドって中国マフィアとやり合ったな。あいつはマフィアの中でどの程度のポジションだ。採用会の中でってことですか。幹部ではあるみたいですね。ボスと直接口切るメンバーの一人だとか。やっぱりそうか。エドと話がしたい。あいつの居場所はわかるか。エドと話したいって、なんでまた。採用会が遥の事故に絡んでいるかもしれないんだ。エドがいるのはアジア街です。そのど真ん中にあるでかい店がエドの仕切りなんですけど。なんだ。キリュウさんが店行ってエドと話したいと言っても手下どもが通してくれやしません。その店は採用会の中心部です。連中を丸ごと潰しに行くのと変わりませんよ。なんならそれでも構わねえかな。極道から足洗った人のセリフじゃありませんね、それ。とにかく電話じゃなんです。今から会いませんか。いいのか。どこで会う。劇場前広場にアパホテルってのがあります。そこの6階の客室で。キリュウさんはお一人ですか。ああ、一人で行く。わかりました。俺もすぐ向かいます。でも、今度はつけられないようにしてくださいよ、キリュウさん。分かってる。
さっきから俺をつけてるのはお前らか。問答無用か。登場界の人間が俺を。しばらく寝てろ。どうもちょっとスパイみたいでしょ。でもこれ遊んでるわけじゃないですからその割には楽しんでるように見える。本当の話、今の俺がカムロ町で動くには一苦労でしたね。それに今日はもう一人ゲストがいるんで慎重にと思いまして。ゲスト？人生命を救ってもらった恩は忘れてませんよ、キリオさん。お前なんでここに？最近この室田君から俺の変装を見破られたことがありましたね。聞けば俺のことを桐生さんに教えたのも彼だったって話で、意気投合したというか。俺らが気をつけなきゃいけないのは中国マフィアだけじゃありません。東上界の素材ってのも穏やかじゃないんで。桐生さんにはこちらの室田君からそのあたりの話を聞いておいてもらった方がいいと思ったんです。どういうことだ？いやー、よく見りゃ本当に四代目だったんですね。あの後カムロ町に四代目が来てたって聞いて驚きましたよ。ただ東上界の上層部は驚いたっていうより動揺してました。それも結構激しく。動揺？今の東上界本家は会長代行の菅井さんと染谷の二人が主導権を握っています。理由はもちろん六代目が逮捕されて不在になったからなんですけど、でもそれが仕組まれたもんじゃねえかって噂があるんです。
仕組まれた。順を追って話しますが、まずアジア街の火事です。あの日何箇所かで同時に放火されましたが、未だに犯人は分かっていません。でもあの当時、神室町でそんな組織的な動きができる勢力となると、東城会以外にないんです。東城会の門がアジア街に火を。ええ、そしてその焼け跡に入り込んできたのが中国マフィアの最妖怪。当然東城会と島争いが始まりました。で、その抗争が収拾つかなくなると、殺はうちの6代目に責任かぶせて逮捕。トップ不在の東城会は相談役だった菅井さんに実権を握られることになった。噂の筋や菅井と西洋会はグルだったってんです。アジア街の火事は菅井が西洋会を神室町に引き込むためで、その後の抗争は6代目を逮捕させるための茶番。そしてもし本当に菅井たちが大吾さんの追い出し工作をしてたなら、彼らにとって桐生さんは相当煙たいはずです。桐生さんが真相に気づけば大吾さんをはめた返しに来るって。だから俺はどうしてもこのことを四代目にお伝えしたかったんです。菅井と染谷にはくれぐれも気をつけてください。ここに来る前、俺は東城会の人間に襲われた。え？お前の言う噂話もまんざら的を外しちゃいねえようだ。わざわざすまなかったな、室田。恩に着る。ええ、それじゃ俺はこれで。東城会には今の室田君みたいに考えてる奴が他にもいます。ところが菅井と染谷が睨みを聞かせてるもんで、誰も表立っては言えない。お前はどう思うんだ。菅井たちと西洋会がグルだって話ですけど、少なくとも今は本気で殺し合ってるようにしか見えませんね。最初は茶番だった構想がいつの間にか本物になったってことかもしれません。神室町は今めちゃくちゃです。俺がスカイファイナンスを再開しようにも、こんな状態じゃどうにもならない。スカイファイナンスを。俺はこの街を生かす夢を持った人間に金を貸すためにスカイファイナンスを始めました。どん底だった俺を救ってくれたこの街に恩を返すためです。ところが東城会と中国マフィアの抗争に加えて、ジンゴン派が町中の風俗店を買い占めています。ご存知かどうか、スターダストもその餌食になりました。ああ、聞いている。こんな時にもし希望があるとすれば、堂島の竜が今またこの町にいるってことです。だが俺は分かってます。桐生さんが抗争を収めるために来てるわけじゃないってことは。それでも俺はあなたには期待しちゃうんです。すいません、今のはこっちの都合でしたね。アジア街のことは調べておきました。江戸と話をするだけならわざわざ正面から乗り込む必要はなさそうです。迂回ルートがあります。迂回ルート。西洋会のメンバーは半端な数じゃありませんから、人目を避けて忍び込みます。ところで桐生さんが江戸に聞きたいことってのは。西洋会が辰川って男を殺した理由だ。辰川？尾道の極道だった男で、最近は西洋会の情報屋としてアジア街に出入りしていた。そしてそいつが春人の父親だったらしい。え？じゃあそんな危なっかしい奴が遥ちゃんの？まさか。俺もまだ信じられない。だからそれを確かめるためにも江戸と話がしたいんだ。
なるほど、わかりました。俺がアジア街を案内します。いいのか。ええ、もちろん。アジア街の前でもう一度落ち合いましょう。本当はもう少し人数がいるといいんですけど。それなら尾道からちょうど仲間が二人来ている。そしゃ、何度もご足労をかけて申し訳ないんですけど、後でまた。紙がないわい。どうした。それが紙がのうて困っとるんです。これがありゃのう。これがあり。ほら、これでいいか。そう、これです。ありがとうのう。
間取らせやがって。何をやってんだ。後悔するぞ。手間取らせやがって。こんなことはもうやめておけ。ああよかった。あれもしもし、いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さあ行くか。ありがとうございました。はいどうも、つついくんチャンネルのお時間ですけども、前回はね、残念ながらヤクザ結局見つかりませんでしたけど、気を取り直して今回も体張っちゃいますよ。やってきました、ハイトーンバッティングセンター。今回はですね、この吉田バッティングセンターの全面協力を得てませんけど、ここのですね、達人級コースの剛速球の凄さを体を張って確かめてみたいと思います。何やってんだあいつ。さあさあ来い来い来い。何やってんだあいつ。いやこれはなかなかのものですよ。これはね、近づいたらもっとすごいですよ。何やってんだあいつ。ちょっとお客さん、何やってるんですか。困りますよ。 うるさいな。金は払ってんだから、バットで打とうが体で受けようが勝手だろ。なわけないでしょ。警察呼びますよ。何よこの。おい、いい加減にしろ。あれ、あなたはこの前のヤクザっぽい肩着の人じゃないですか。またビデオの撮影か。馴染みの店で勝手なことをされたくねえんだがな。まあもういい絵は撮れたし、言われなくても出ていきますよ。今度こそ伸びるぞ。ネットスター筒井の誕生だ。あ、ちょっとまだ話が。まったく、何なんだあいつは。飛ばせ。
飛ばす。時間食っちまった。
目障りだ。取らせやがって。まあまあだな。いらっしゃい。ありがとうございました。
悪いな、待たせたか。桐生の兄貴、すんません。頭、しこたま飲んじまって。これでも達川のこと、可愛がってたんすよね。俺だって酔いたかったのに、先に酔っ払われちゃいましたよ。ああ、まあ、お前らの気持ちは分かってるんだが、5万だぞ、その酒。は？一本5万はする酒だ。それじゃ50万だからもうやめた方がいいって言ったのに。頭、ちょっと起きろよ。おい、なんじゃ。ユータ踊れ、なんでもっと早う止めんのじゃ、バカだれ。立川なんぞのために50万も。まあつけにしてもらったんすから、後で何とかするしかないでしょう。それより今はアジア街のことですね、え桐生の兄貴。ああ、もう目は覚めたのか、南雲。当たり前じゃい。これから殴り込みっちゅう時にいつまでも寝ぼけとるわしやなあですわ。しかし韓国人のホストとやりようたと思うたら、今度は中国マフィアのアジトに殴り込みとは。ええですな、兄貴は。毎度喧嘩の種がようけ転がっとりますわ。けどその連中、達川はあんな殺し方した組織なんすよね。こっそり忍び込むっつっても本当に大丈夫なんすか。バカだれ、我は何しにカムロ町を組んだる目で出てきたんじゃ。こういう時のために体張りに来たんじゃろうが。あ、いや、無理はしなくていい。確かに命がけだ。相手は殺しをへとも思ってねえ連中だからな。ほいじゃけど、わしらにとっても立川の弔い合戦ですけ。お前もええ加減腹くくれや、ユタ。へいへい。キリュウの兄貴、それじゃもう出るんだ。そうだな。そろそろアジア街に行こう。おっしゃ、地獄の果てまでお供しますわ、キリュウの兄貴。それじゃ。てめえ、俺たちのユカちゃんを怪我しやがって。壁ドン王子なんて呼ばれて調子に乗ってんだろ。壁ドン？だからあれはドラマの中でのことです。ユカさんとは何もないって言ってるじゃないですか。うるせえ。ドラマだろうがなんだろうが、ユカちゃんに壁ドンなんかしやがって。ムカつくんだよこの野郎。おい、やめておけ。ああ、なんだよ、部外者はすっこんだろ。お前らの事情に興味はねえが、無抵抗の相手に三人がかりってのは見過ごせねえ。なめてんじゃねえぞ、俺は。邪魔すんならお前も痛めつけてやる。
かってね。助かりました。ありがとうございます。俺、高山純太と言います。失礼ですが、お名前を伺ってもいいですか？桐生だ。桐生さんですか。あの、もしよろしければお礼をさせてくれませんか？勝手にやったことだ、気にするな。いえ、そういうわけには。そうだ、俺バンタムでよく飲んでるんで、お暇な時にでもいらしてください。もしお会いできたら、せめて一杯だけでもご馳走させてくれませんか？わかった、気が向いたら顔を出す。はい、ぜひ。それでは失礼します。何をやってんだ？時間食っちまった。気をつけろよ。ありがとうございました。兄貴、アジア街じゃ。秋山優馬、ここらで待ち合わせじゃ。ああ、こっちです、桐生さん。少し距離を空けてついてきてください。南雲優太、あいつが秋山だ。ええ、へい。江戸の店のあれです。少し遠回りなんですが、他の建物自体あそこへ忍び込みます。分かった。それじゃ、こっちです。改めて、秋山です。桐生さん、そちらの二人が広島の。ああ、広瀬一家の若頭南雲と若衆の雄太。
ハルトの父親だった達川も前は広瀬一家の組員だったんだ。南雲じゃ。宇佐美優太です。秋山さんのことは桐生の兄貴から聞きました。前はカムロ町の金貸しっちゅうことでしたの。前はね、今はまたホームレスに逆戻りでして、それより江戸の店に忍び込む作戦ですけど、まずはこの建物から入り込みます。いくつか建物の中を突っ切って、さっきの江戸の店の3階あたりの窓から忍び込んでくってのは俺の考えです。うまくやればほとんど中国人マフィアとやり合わずに江戸のところへ行ける。その江戸っちゅう中国人は今ちゃんと店におるんか。大抵はね、もしいなければ江戸が店に戻ってくるまでこっそり建物の中に隠れて待ちます。できたら願い下げな状況っすね。それ同感だね。他にもやりようはあるんだろうが構わない。今はとにかく江戸と話さえできりゃそれでいい。それじゃ行くか秋山。ええ、あ、そうだ、これ渡すのを忘れてました。ん？東条会の元四代目が西洋会に忍び込んだとなると騒ぎになりますから、気休めかもしれませんけど、いいでしょうこれ。またこれをかぶることになるとはな。みんな考えることは同じなんすね。まず俺と桐生さんで先行して屋上へ行きます。それまでは南雲さんと裕太君はここで待機してください。さすがに4人全員で動くとバレちゃいますからね。屋上に着いたらロープを垂らしますんで、それを伝って登ってきてください。わかった。了解です。じゃあ早速行きましょうか。物音を立てずに静かにお願いしますよ。确认完了吗？是，已经全部交付了。好，那今天的工作结束了，辛苦了。哦，终于完了。待って。啊，对了，你今晚有没有空？有是有，您不该又会去那家夜总会吧？好嘛，一个人去不好玩嘛。去是可以的了，但是你不能在付钱的时候睡觉了。知道了知道了。您绝对是装睡的对吧？没那么回事儿。いいですよ。様子を見ます。合図したらこっちに来てください。止まって。キリュウさん、キリュウさん、
有可疑人物混进来了，他应该躲在附近，找出来。キリュウさん、バレないように隠れて。找到了，在这儿。あもう。仕方ねえな。これだか。これ。行きましょう。Okay.
一時はどうなることかと思いましたよ。それじゃあ下でお待たせしてる二人を呼びましょうかね。よいしょっと。全員揃いましたね。それではご案内します。罠かもしれないな。去スマホ。どうやら悪い予感が当たったようですね。面白うなってきましたわ。たぶつかる。面白うなってきましたわ。キリュウさんはそっちへ向かってください。
さて、招いた覚えのない客だ。何者かな？俺が誰なのか、なんとなく想像はついてるんじゃねえのか。まさかとは思ってたが、その声はやはり。キリュウカズマ。道島の竜だ。俺を歓迎しろとは言わねえが、あんたには聞きてえことがある。相手してもらおうか。聞きたいこと？立川って男のことだ。あんたら西洋会に出入りしていた情報や、奴を殺したのはお前らなんだろう。我々と言いますか、立川を殺したのはこの私だよ。なぜ立川を殺した？聞きたいことというのはそのことか。しかし、あなたに何の関係が？俺の質問が先だ。立川のことはあなたにとやかく言われる筋合いではない。彼は西洋会を裏切った。立川を殺した理由は、組織の掟に従ったまでのこと。ケリュさんは、ヘイハイツという言葉をご存知かな？ヘイハイツ？中国の一人っ子政策を逃れて生まれてきた子供たちのことでね。彼らは戸籍を持たず、国家の管理も届かない闇の子供たち。しかしそのために最低限の生活すら国家に保障されない哀れな存在だ。一説によれば、その数は数億人。立川という男はそのヘイハイツの一人だった。中国人だったってことか。西洋会は多くのヘイハイツを日本にかくまい、戸籍を与えて救ってやっている。立川が余命連合会の極道になったのも、いつか我々の役に立つため。しかしあの男は子供の頃に受けた恩を忘れ、組織を裏切った。その時から彼は我々の制裁を恐れていたはずだ。つまりは自業自得。立川がお前らにしでかした裏切りってのは何だ？さて、それこそあなたにお話しする義理はないね。どうしても聞きたければ、あの世で立川から直接聞くといい。この私が立川のもとへご案内して差し上げよう。キリュウカズマ！ここがお前の墓場だ。おら！
その程度か。うら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 じゃ困りますぜ。綺麗な相手助太刀します。おお、これは久しぶりにいい運動ができそうだ。気を抜くな。キリュウの兄貴、こいつがエド。ああ、タツカを殺したのもこの男だ。エド、話してもらおうか。タツカってのはどういう男なんだ。なぜあいつを殺した。タツカがお前らにした裏切りってのは何だ。往生際が悪いぜ。答えろ。お前らはいつか必ず殺す。その前に俺がぶっ殺してやろうか。ありゃ、舛添か。舛添。キリュウの兄貴。オドレラ、ようやってくれたの。たった4人でアジア街を引っかき回してくれよった。
どうなってる。なんでお前がこんなところに。陽明連合会の幹部が中国マフィアとグルなのか。陽明連合会は広島で東条会と杯を進めてんだろ。なる。東条会と戦争してる中国マフィアはお前らにとっても敵のはずだ。俺には陽明連合会なんてどうでもいい。ちょうど潮時だな。何？俺はな、桐生さん、中身は生粋の中国マフィア、最初から最妖怪の人間なんだよ。なんだと。それじゃお前も辰川と同じってことか。辰川？辰川は中国人のヘイハイスとかいう生まれだったって話だ。そして子供の頃から日本人になりすましていた。ああ、確かにそこまでは同じだよ。ただ俺は辰川と違って西洋界を裏切りはしない。お前らは一体何なんだ。広島で何をしていた。この状況であんたが質問できる立場か。お前らこそ何のつもりだ。このアジア街に殴り込んだ理由は何だ。今すぐ全員で死ぬつもりがないならそっちから答えてもらおうか。お前らが辰川を殺した理由を聞きに来た。辰川があんたに何の関係がある。辰川は広島で沢村遥って娘に春人っていう赤ん坊を産ませてカムロ町に姿を消した。遥は俺にとって娘も同然だ。沢村遥があんたの。そうか。それじゃあ尾道であんたと一緒にいたあの赤ん坊が。マスゾイ、早くこいつらを撃て。何をもついぶっている。落ち着いてくださいよ江戸さん。ボスが来てます。何？ボスが。なんでわざわざこんなところへ。私は西洋界総帥のローというものだ。あんたが中国マフィアの頭ってわけか。ああ、そちらのことは舛添から聞いている。桐生さんは日本中のヤクザから一目置かれている人物だと。堂島の竜と言ったか。そんな男が尾道の田舎町に何の用があったのか興味深く思っていた。毕竟那伟大的土地生产者不能被人知道的秘密。嗯？何？把枪放下来。桐生さん、私たちの出会いの形は決していいものではなかった。だがお互いメリットのある関係を築けるはずだ。もう一度頭を冷やしてから改めて席を用意したい。明日の夜、私とあなたの二人だけで、そこであなたの知りたいことのいくつかには答えよう。俺には悪くない話だ。だがそれであんたには何の得がある。まず私の持つこの店をあんたたちの血で汚さずに済む。そしてもう一つ、我々は今東条会との抗争を抱えているが、その裏に陽明連合会もついていることを承知している。桐生さんはその両組織のトップと対等に口を聞けるという。
私がもてなす価値は十分にある。私の招待を受けてくれるか。はあ、わかった。いいだろう。明日の場所は桃源郷ってソープだった廃墟ビルだ。ただしボスが招待しているのはあんた一人だ、キリュウさん。いや、ようわしら生きて返されましたの。ほんま、なんで中国人たちはわしらを殺さんかったんじゃ。同感。もしかして舛添ってさっきの広島ヤクザ、いい人だったりする？いや、それはないわ。嫌味なやつじゃき、わしは今まで散々な目に遭うとる。ほいじゃが、あの舛添が中国人だったとはの。ヘイハイツとか言うとりましたか。タツカといい舛添といい、一体どうなっとるんじゃ。ヘイハイツって何なんです？中国の一人っ子政策を守らないで生まれた子供たちってことらしい。エドはそう言っていた。ああ、聞いたことありますね。一人っ子政策って二人以上子供を産んだ親に重い罰金がかけられたりするんです。でも中国の田舎の農家なんかじゃ人手が足りないっつってこっそり2人3人って産んじゃうんですよ。ところが生まれた子を役所に届け出ないもんだから戸籍も何もない。だから彼らは教育も社会福祉も医療も受けられない。あんた物知りじゃの。さすが東京もんじゃ。採用会はそのヘイハイツって戸籍難民を日本に密入国させてたってわけか。多分戸籍も偽造してやったりして日本人になりすまさせてたんでしょう。なんだろう、ヒューマンロンかね。広島にはそのロンダリングされた中国人がゴロゴロいるのか。今までそんな話聞いたことないですけど。でも実際陽明連合会の中に達川と舛添の二人も紛れ込んでたんですよね。それが中国マフィアのスパイとして送り込まれてたわけですか。採用会と陽明連合会ってのは何かつながりがあるんですか。わしらが知っとるわけないわ。わしらは所詮陽明連合会の末端の枝じゃけ。俺らは達川を追ってきただけなのに、なんか妙なもん釣り上げちまったってことか。キリュウさん、明日本気で牢の誘いを受ける気ですか。ああ、達川のことを聞き出すためだ。あいつが中国マフィアに殺された理由が何なのか分からない限り、遥の事故がただの事故だったとは言い切れない。もし誰かが意図的にやったことだとすれば、遥がまた襲われる可能性だってある。確かに。なるほど、そういうことすか。ほいじゃが、兄貴たった一人で大丈夫かいの。さっきあの場で殺されなかったんだ。明日俺が行ったところで命まで取る気はねえんだろう。牢が俺にどう出てくるつもりかは知らねえが、誘いを断る理由はねえ。わしらも行きたいとこですがの。達川と舛添のことといい、あの中国マフィアは広島にも何ぞ一物持っとるようじゃけえの。あ、それで思い出したんですけど、牢が舛添に何か中国語でつぶやいてたの覚えてます？ん？俺達川から中国語を教わってたんで大体の意味は分かったんす。堂島の竜と言ったか。そんな男が尾道の田舎町に何の用があったのか興味深く思っていた。
毕竟那伟大的土地生长着不能被人知道的秘密。那你ローのあの中国語は何て言ってたんだ。あいつはこう言ってたんです。あの尾道の土地には決して起こしてはならない秘密が眠っているからなって。決して起こしてはならない尾道の秘密。
カムロ町の構想はどうなんだ、東条会さん。いつまで長引かせるんだ。時期終わりますよ。関東一円の頭の皆さんにはお騒がせしてます。こうやって親睦ってのも結構だが、東条会がいつまでも中国人に舐められてちゃ関西に隙見せることになる。カムロ町は関東ヤクザの顔なんだ。しっかりしてもらわねえとな。いやね、俺らはあんたみたいな若い人に頑張ってもらいてえと思ってんだよ。諸先輩方には俺みたいな若輩を同席させていただいて感謝しています。噂じゃ堂島の竜がカムロ町に来てんだって。さすがお耳が早いですね。都政を抜けた人間にいつまでもでかい面させちゃダメだよ。これからの東条会は染谷さん、あんたの時代だろうが、そろそろあの老害には引っ込んでもらいなよ。老害？そりゃそうだろうがよ。昔はすげえ極道だったかもしれねえが、もう過去の話だ。男ってのは何をやってきたかじゃねえ、何をするかだ。口だけの老害の出る幕じゃねえってことよ。よう、もうその辺で。なんだよ。なるほどな。それじゃあ結局例の達川がなぜ殺されたのか分からずじまいか。命がけでアジア街に乗り込んだにしちゃ見返りが少なかったな。だが達川が何らかのことで中国マフィアを裏切って殺されたってことまでは分かった。もしかしたらそこに遥の事故が絡んでくるのかもしれない。なんだ、それじゃあ西洋界の中国人たちが達川と関係のあった遥とその赤ん坊を見せしめに殺そうとしたってことか。もしそういうことならもう遥とカムロ町に連れてくるわけにはいかない。伊達さんが遥を警察病院に移してくれていたのもいい判断だった。何にしてもまだ達川って男にはわからねえことが多すぎる。それを確かめるためにも俺は今夜ローとまた会うつもりだ。そうか。しかし達川にしても舛添ってのにしても中国マフィアが広島に潜り込んでたわけだよな。広島に何があるってんだ。やっぱり伊達さんにもわからねえか。はあ、なんかもう言葉も出ねえ。いつの間にか俺らの周りに中国マフィアが紛れ込んでたなんてよ。達川なんて俺はガキの頃から知ってたんす。もう誰を信じていいのかわかんねえ。ローの言ってた尾道の秘密ってのも何なんですかね。さあな。だが俺が今知りたいのは西洋会が達川を殺した背景だけだ。それが遥の事故と関係ねえってんならもう俺らが西洋会に首を突っ込む理由はない。ん？お前は染谷。踊れ。おい、こんなとこでよせ。まさか東京に来てまで踊れの面を拝まされるとはの。何の用じゃこれ。ふっ、カムロ町の女なじはどうでした、南雲さん。広島の田舎じゃ味わえないもんだったでしょう。桐生さんたちがホストクラブにいる間お楽しみだったとか。なんでそがなこと知っとるんち。ここは俺ら東条会の町ですよ。お忘れですか。なんならあんたが店でどんなプレーしてたかまでここで話しましょうか。踊れこのクソガキ。何しに来た染谷。お前は東条会の手下に俺を襲わせるだけで
高みの見物だと思ってたがな。今日は四代目にお願いがあってきたんです。悪い話じゃありませんよ。何？単刀直入に言います。四代目、この俺と手を組んじゃもらえませんか？なんだと？四代目は昨夜西王会総帥の牢に会われましたよね。アジア街に牢が姿を現したと聞いています。同じ頃東条会の門がアジア街に入っていく四代目を見たと報告をしてきました。それで牢と次に会うのはいつです？その時に俺を牢と引き合わせてもらえませんかね？何を企んでる？ご存知の通り、東条会は今牢の西王会とドンパチの真っ最中です。お互いまだまだ流れる血が足りねえってんで、終わりの見えねえ泥沼だ。ところが手打ちにしようにも、牢はある事件が起きて以来ずっと地下に潜っちまって足取りがつかめないでいる。ある事件聞いてませんかね？奴の息子ジミー・ローがカムロ町で殺された件です。ジミー・ローはカムロ町での実動部隊を動かす西王会の幹部でした。ゆくゆくはローの後継者となるはずが、町の片隅でゴミみてえに殺されたんですよ。東条会が殺したのか、ローの息子？刑事さんの前でヤバなこと聞かないでください。オフレコにしといてやるよ。どの道証拠がなきゃ警察は動けねえんだ。誰がジミー・ローを殺したのか知りませんよ。ただローは東条会がその殺しに絡んでいると思っている。だから東条会と西王会の抗争に幕引くには、この俺がローと会う必要があるんです。俺をローと会わせてください、四代目。たまにはあんたも東条会のために役に立ってくださいよ。ねえ。けどが、兄貴が踊れなんぞの言うことを聞く気ではない。兄貴はの、牢から大事な話を聞かんといけんのんじゃ。それじゃやっぱりまた牢と会うことになってるわけだな。ソメヤ、その前に一つ答えろ。聞いた噂なんだがな、アジア街を焼き払って西洋界をカムロ町に引き込んだ人間が東条会内部にいるらしい。この話聞いたことはありますね。その噂によれば、西洋会を引き込んだ人間ってのは菅井さんと俺です。その後お前らは西洋会とグルになってカムロ町の抗争を演出した。警察は抗争の責任を東条会六代目に押し付けて逮捕し、おかげで菅井とお前は東条会の実権を握ることができた。だが今になって作り物だった西王会との抗争に本物の火がついちまったってことなんじゃねえのか。俺が聞いた噂によればの話だがな。もしその噂が本当なら、俺や菅井さんは東条会の親に弓引いた裏切り者ってことになっちゃいますよ。馬鹿げた話です。ご質問には答えましたよ、四代目。それでどうします？協力してもらえるんですか？いいだろう。夜になったらまたこの店に来い。牢のところへ案内する。え、兄貴ちょっと、ええんですか？ただし牢には今夜俺一人で会うことになっていた。その約束を破る以上、何が起きてもおかしくはない。結構ですよ。ありがとうございます、四代目。兄貴いけんよ。あの染谷の下道は抗争相手の牢をやる気じゃ。もしそがな真似されたら、もう牢から立川の話聞けんようになる。ああ、だからこそ俺は染谷と一緒に動くんだ。あの染谷って男は危険すぎる。いつ何をしでかすかわからねえ。狂犬は放し飼いにするより近くで見張ってる方がいい。なるほど。孫子曰く、
友を近くに置け、敵はもっと近くに置けってやつですか。なんならそら、かっこいいじゃないの。キリュウさん、夜になったらまたあの染谷が来ます。キリュウさんは今のうちにいろいろ準備しといた方がいいですよ。ああ、そうだな。そしたら兄貴、わしらはここで待っとります。広島の方も気になりますけ、田頭や松永と連絡取っていろいろ聞いときますわ。それじゃ。いらっしゃい。ありがとうございました。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さあ行くか。先生ですか。どうもどうも。あ、今日お注射の日でしたか。すみません。お伺いします。